今日午前の斜里町ウトロ漁港です。朝からやや強い風が吹いていました。桂田容疑者の逮捕から一夜が明けました。今日の知床の海は高波や強風の影響で観光船は全便が欠航となっています。高波などのため今日はすべて欠航となった観光船。事故が起きたあの日も海が荒れることが予想されていました。カズワンが水面から出てきました。おととし4月、知床沖で観光船カズワンが沈没し、20人が死亡、6人が行方不明になった事故。昨日逮捕された知床遊覧船社長の桂田精一容疑者は、KAZUNの運航管理者として安全を確保すべき義務を怠って船を沈没させ、乗客乗員を死亡させた業務上過失致死などの疑いが持たれています。桂田容疑者が出てきました。これから検察庁に身柄を送られます。国の運輸安全委員会の聞き取りに、運航については船長の判断に任せておけばよいと思ったと話していた桂田容疑者。逮捕の知らせに十勝地方に住む乗客の家族は、突然そういう、逮捕されたという連絡だったので、驚きました。やっと逮捕されたなって思いました。カズワンに乗っていた当時7歳の息子とその母親の2人は今も行方が分かっていません。桂田が逮捕されましたっていう連絡が来た時に、2人に桂田が逮捕されたよっていう報告はしました。これだけ時間をかけてくれたのだから、きっとしっかり準備されてると、しっかりやってくれると思っています。できるだけの一番重い罰を桂田に与えてくれると思っています。知床の観光船沈没事故は桂田容疑者の逮捕、そして送検ということで新たな局面を迎えています。スタジオは引き続き庵野遥さんと野宮紀子さんです。よろしくお願いいたします。HBC はこれまで桂田容疑者に何度も取材を重ねてきました。その中で安全管理は現場任せという姿勢を見せていました。事故から2年が経った今年4月、記者が取材を申し込むも、桂田精一容疑者は応じることなく車で走り去りました。船の前の方が沈みかけている。26人を乗せたまま冷たい海に沈んだ観光船カズワン。運航会社の社長桂田容疑者がカメラの前で口を開いたのは事故から4日後のことでした。大変申し訳ございませんでした。午後に天気が悪くなる場合は、それを船長判断で戻ってきていただくようなことを長年やっております。だから社長にとっては今日は行けるか行けないかの判断というのはやっぱり豊田さんに任せていたということでよろしいでしょうか。基本的に船の、どの会社も最終的には船長判断でございます。船長さんになんだかんだ言っても責任を押し付けてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。責任を押し付けてるということじゃなくてですね、ちょっと頼りすぎていたというところです。天候の悪化が予想されたにもかかわらず出航したのは船長の判断と繰り返した桂田容疑者。乗客の家族に向けた文書でも、船舶の運航等について社員に任せている部分が多く、私自身の運航管理者としての自覚も足りませんでした。
社員に任せていたと同じ見解を説明していました。さらに責任は国にもあると主張。カズワンは事故前に国の検査に合格していて、事故から2ヶ月後運航会社としての事業が取り消された際には、事故の責任が知床遊覧船にのみあるのはおかしいとしていました。おととし10月、シャッターが降りたままの運航会社の事務所にカメラが入りました。知床遊覧船は事故以来休業しており、現在事務所は空となっています。いまだに事故原因が究明されていないことを歯がゆく思います。事故の原因についてわからないと繰り返してきた桂田容疑者。事故から1年を機に行われた追悼式は、呼ばれていないから行けないとして、会場には花輪だけが置かれていました。謝罪や説明がないことに遺族は憤りを募らせます。乗客と乗員の家族は桂田容疑者などを相手取り、損害賠償を求めてそれぞれ訴えを起こしました。去年9月、国の運輸安全委員会がまとめた事故の最終報告書では、社長である桂田容疑者が業務を現場任せにするなど、安全管理体制の不備が影響したと指摘していました。同業他社の船長などと相談して出航などの判断をする体制ができていたので、本船の運航については船長の判断に任せておけばよいと思った。今年の追悼式にも姿を見せなかった桂田容疑者。その翌日、式典に出ましたか？ご遺族は何名ぐらい来られたのでしょうか？式典の様子を伺うメッセージを記者に送っていました。証拠隠滅の可能性もありましたから、それもありましたので逮捕の必要性があると判断をいたしました。海上保安庁は船が沈んだ状況について、開いたハッチに波がかぶって海水が流れ込み、さらに内部の隔壁に穴が開いていたことで浸水が船全体に広がったことが直接の原因と見ています。社長として乗客と乗員の安全を担う立場にあった桂田容疑者、事故に結びついた隔壁の穴について以前こう説明していました。引き継いだ時より穴が開いていたと思います。隔壁があれば沈まずに済んだと思われます。残念です。これまでの取材の中でのやり取り、桂田容疑者の言動ですけれども、アンナさんどう感じましたか？そうですね、見ているとやはり船長のせいおよび国のせいという、発言が非常に目立つという印象なんですけれども、2年5ヶ月経っている中でこの認識が少しでもご本人の中でですね、改まっていることを私は本当に願っています。やっぱり人の命を預かる仕事なんだっていうことを深いところでお分かりじゃなかったのかなっていうふうに思うんですよね。だから本当にこれからどうやってそれをきちんと向き合って説明していくのか、これからやっぱり自分の姿勢そのものを変えるぐらいじゃないといけないなっていうふうには思いますよね。船を預かる責任者としての言動ということがね、いる方にはどう映ったのかということだと思うんですけども、桂田容疑者は今日送検されまして責任追及がさらに進むことになります。はい、ではその捜査のポイントについて元第三管区海上保安本部長遠山敦さんに伺いました。逮捕までおよそ2年5ヶ月、遠山さんは海上保安庁として沈没原因を特定するため独自の再現実験などに時間がかかったのではないかと推察します。沈没に至るメカニズムを特定するのが非常に困難であったということ、したがってそれを、立証するためにですね、非常に多角的なその検証であるとか、それから鑑定、こういったものを含めたですね、緻密な捜査をする必要があったということですね。沈没原因は特定した上で、じゃあ過失のこう刑事責任を追及していくということになりますけども、そこは事故の
発生の可能性を予見できたかどうかっていうところがまさにポイントになると思うんですけれども、やっぱりポイントになるのは出航の判断が適切であったかということですよね。要はあの段階で出航させなければ事故は当然発生してないことになりまして、天候がしけてくるのが分かっていながら出航させたというふうな形で持っていく必要がある。じゃあその天候が荒れるっていうのは船の運航に支障になるような状況になるというのが分かってたかどうかというその予見ですよね、予見の可能性、これをしっかりその抑える必要があるということですね。今後の捜査では船の運航を管理し船長と連絡を取って判断を支援する運航管理者としての桂田社長の責任を追及すると見ています。きちんとした船が安全に運航できるその判断ができる資質を備えた人というこれ要件があるわけですね。だからそういう資質のある人であれば当然あの状況では出航はさせないという判断をすべきであったと、でそれをしなかった過失があったというふうにこれ持ってくる。一方今後有罪立証のハードルとして懸念されるのが事故の3日前国の検査を代行する JCI 日本小型船舶検査機構が行った中間検査の合格という判断です。これは、3日前の、JCI の検査でですね、検査官もそこは指摘してなかったというところがありますね。だから、被告側としてはそこをきちんとついてくると思います。そこをついてくると思います、船の場合は、その外部から水が侵入するのを防ぐ、いわゆる水密性が保たれるっていうのは、これはもう船の安全なコンディションを保つ一番基礎になるところですから、それが保たれてないというのはこれはもう基本的にありえないんですよね。安全管理をするという意識が全くないということは安全管理の実態がないということはもう言えると思うんですね。元海保遠山さんの解説でしたけれども、野宮さんはどう聞きましたか。今遠山さんもおっしゃってましたけど、国の運輸安全委員会の最終報告書の中でも、その安全管理体制が存在していない状態だったとはっきり書かれてますよね。なのでその運航管理者としての今度その司法の場で刑事責任を問う2年5ヶ月経って今スタートに立ったわけですよね。確かにハードルはこれから先もあるとは思いますけど、この2年5ヶ月の間に相当な証拠の積み重ね、科学的なデータもおそらく積み上がっていると思いますので、もう私も映像はもうちょっと忘れることができない、道民の一人として、今後おそらく裁判になるでしょうから、ずっと経緯は見守って見つめていきたいと思いますね。桂田容疑者の逮捕、トップの責任追及へ捜査も佳境に入っていくことになります。